上方浮世絵館の館長の高野です。当館は世界でただ一つ常設展示しております上方浮世絵の美術館です。道頓堀の役者絵を展示しておりますので、ぜひご覧くださいませ。今回は海外の方にインタビューした様子をお伝えいたします。ね、皆様はハワイから来られてまして、うん、で奥様は大阪出身の日本人なんですけど、ご主人がハワイの方 で、でそのお友達ご夫妻で、私は幼馴染で大阪出身なんですけど、あ、そうなんです、もう大阪のどっちだろう、大阪のどちらどっち、森口、森口、あ、森口、はい、そうです、時代の友達で、それはそれは、そう、久しぶりの、ね、再会で、今日はプロモ市場を経て、ここの上方浮世絵を着きました、ありがとうございます。ありがとう。ここがあったのどういう風にして知ら分かったんですか。はい、調べてください。はい、いろいろ YouTube とか、館長さんが出てらっしゃいまして、そうなんや、なんか楽しそうだなと思って、観光客の、外国の方はきっと喜ばれるかなっていうのと、そうで日本人ですけど、私も知らないので、ちょっと興味があったので、これから絵を見ていただくんですよね。はい、これがシアターになるんです。道頓堀筋、道頓堀、道頓堀、今はね、道頓堀ストリート、ストリート、道頓堀に芝居小屋がずらーっと並んでたの。There were so many theaters. 今はね、一軒だけになってしまってます。もうみんな商業施設になってしまって。今は一軒だけ松竹座があるだけです。そこで演じてましたね、占領役者の名舞台をここに展示してるんです。ここで演じてましたね、中田角座の中心に占領役者の名舞台を下に展示しております。 It's so difficult to translate, but, there are, なんて言ったらいい、how can I say? There used to be many theaters, and they played. It's like kabuki みたいな感じですか? They played kabuki, and now it is only one theater left now. But it used to, they used to have so many theaters for.この辺をね、お芝居が終わったらその占領役者の人とずっとこの辺を谷町の人がね、谷町言うたらその役者さんをフォローする人たちね、そういう人たちと一緒にこの辺をそぞろ歩きしとった場所なんですよ、役者さん。ここで演じてた。おいしいお食事しに来たり、おいしいお酒飲みに来たり、この辺の裏通りをそぞろ歩きしとった場所に、ここに上方の
浮世絵を展示していることは意味があると思います。ここにありますのがね、ここに展示してますのがそうなんですよ。はハンガーの元。You can see the black printing. このハンギはね、桜の木からできてます。桜の木。チェリー、桜の木でできてます。 Thank you very much. Thank you. Thank you. ありがとう。まだまだ楽しく浮世絵の話が続きました。難波法善寺門前にある上方浮世絵館にぜひお越しくださいませ。心よりお待ちしております。